でそのブートなんかを買い漁って、うん、で当然オフィシャルも聞きので、そこでまた 音を拾っていくわけですよね、うん、ギターで。で大体何曲ぐらいコピーされてますか？数えたことないけど、ただあれだね、あのアルバムの中で一番コピーしたのはやっぱり BBA のライブと、うん、あとグローバーブローかな、うんうん、でベック自身プレイスタイルも変わってきてますよね、うん、どうですか、そのいつ頃のベックが一番お好きなんですか？それはね、やっぱその時期その時期でやっぱちょっと違いはあって、うん、でやっぱりあのちょうどその80年、うん、デアンドバックツアーで来日した時はまだベックピック使ってたのよ。で指弾きもやるけどメインはピック弾きで、うん、多分その完全に指弾きになったのは多分83年あたり、うん、だからあのアームズコンサートあったじゃない、うんうんうん、あの時はもう指、あ、そうなんですか、うん、もう基本的に指オンリーになってたから。あれなんで指オンリーになっちゃったんですか？指になっちゃったんですか？多分ね、アームの操作がやっぱりやりやすい。なんかすぐピックを落とすからだから。そう本人がなんか、いやそれはまあだから、いや、うん、それもだから完全にデマとは思わないけど、うん、一応だ冗談っぽくあんななんだっけ、なんかあのスペライあれのためになんかあたふたするのは嫌だとか言って、まああとは落とした時に拾うのがかっこ悪いとかね。あのね、やっぱりピック持ってるとアームの操作するのってこの残った指でこういうふうに持つしかない、うんうん、でそれってこう揺らす分にはそれでも全然こと足りるんだけど、その例えば1個の音程を弾くときにね、この例えばこの音をこう弾くんじゃなくて歌で言う下からこの音にこううんってこう下からこう行きたい場合って、まあ押さえた状態でピッキングして戻すとかさ、うん、やるのが必要じゃない。でとにかくね、あの指だともうベックの場合こう指で弾きながらこうアーム握り込んだりしてさ、こう手首で動かすとか、まあ、あと人差し指だけでこうやって動かす時もあるんだけど、とにかくアームの操作とかボリュームの操作とか、もうとにかくいろんなピックアップの切り替えもそうだけど、ピックがなければねすごく右手を自由に使えるんだけど、ピック持ってるとものすごくこう制約を受ける感じがやっぱあるんで、総合的に見てピックのベックをコピーするのと指弾きのベックをコピーするのはどっちが難易度が高いですか？今となってはあんまり変わらない、うん、でベックの場合よくあの誤解されるのがそのアームで弾いてるものがその音程がこういう風になってたり、そのビブラートの雰囲気でこれはスライドっていう風にまあ聞いた人が思って、うん、そのコピー譜とかでもスライドになって、うんうん、書かれたりするものが実はスライド使ってなくてただアームだったりするっていうのもあるし、ただその辺はもうほらずっと聞いてるとね、大体音聞いたらどっちっていうのは分かるから。じゃあアームでもピッチが完全に合うわけだ、こうなんてスライドでこうちゃんとしたピッチの音をアームで出せる。だからうん、だけどその決まった音程で例えばこうビブラートさせるのはアームの方が簡単。あ、逆にね、揺らしだ。スライドはもうだってその音の合うとこはフレットの幅ぐらいしかないから、そっからちょっとでもこっちが行けばフラットするし、上がればシャープするし、でビブラートかける時もちゃんとそのフレットのとこを真ん中にした状態で揺らさないと、こっち行ったりこっち行ったりしちゃうと音程がすごく不安定になるから。あ、逆にね、うん、あ、そういうことだ。そうで、アームの場合はもう左手はただ押さえた一個の音の状態で、ただこっちもあんまりどっちかに偏らずにちゃんとそのニュートラルポジションを真ん中にして、上と下の幅があんまり偏らないようにこう揺らさなきゃいけないから、まあ、まああとはその揺らす幅とスピードをまあコントロールして、例えばすごくゆったりかけるのかちょっと細かくかけるかとかって、その辺はまあそのフレーズとかあのその時その時でどういうふうにかけるかはまたいろいろ違うんだけど。
あこれちょっとお支払いしないといけないよいや僕今年からね初めてあのアーム使い出したんですよクラフトアーム使わないじゃないですか、うん、でちょっと僕の話になっちゃったらいいんですけど、うん、デイブ・メイソンちょっとやり出したんでアーム使うじゃないですかでやってんだけどあの中学生が弾いてんじゃねえよとかみんなにバカにされて嬉しそうにやるんだけどぐちゃぐちゃだからあ今みたいなコツどころありますねあらだからデイブ・メイソンとかギルモアもそうだしね、うんうん、ああなるほどねで俺はまあ話ちょっとまだ行ったり来たりしちゃうんだけどプロになってからでもそのさっき言ったみたいにフィンガービブラートっていうのがやっぱ完璧にできなくて、うんうん、だからハイポジションっていうかその1弦2弦3弦ぐらいでこう単音のねメロディー弾くときにやっぱりフィンガーだとやっぱりすごくこう叙情的な雰囲気っていうかなそういうのがうまくできなくて、うん、でそういうのはやっぱりアームでやる方が、うんうん、やりやすかったからだからそういうプレイするときはまあアームでビブラートさせてっていうふうなことがメインではあったんだけどだからだんだんそれがそのフィンガービブラートもうまくできるようにだんだんなってきて要はどっちのビブラートでも同じようにもできるしまあもちろん微妙にねあの厳密に言えば違うんだけどただまあ選択肢がパレットじゃないけど自分の使えるパレットが今はだからすごく増えてビブラート1個でもどういうやり方をやるっていうのはその時のイメージで、まあ、使い分けられるようになってきてはいるんだけどベックはこれはやんないの何いや、やりますやりますこのやるんだね、うん、これパチンコそれこそ本の教えであのドアノブを回す要領でやりなさいってなんか契約かなんかに書いてあったのかしい、ドアノブねドアノブをこう回す勢いこれねこれただベックもねだからそういう意味ではあのまだそのそれこそヤードバーズの時代とか第一期の頃とかはあんまり上手ではなかったフィンガービブラートは、うん、だからほらあのジェフベックあ週末ジェフベッククラブって やってるんですよ、うんうん、でまあフェイスブックでねそうそうそう、うん、でそれで例えばその年代いろんな年代のやつを曲取り上げてやるんだけど、うんやっぱそれで第一期の曲とかを取り上げて同じように弾こうと思うとちょっとその下手っぽいビブラートにしないと雰囲気が似ないビブラートそう似ない時があってそれを逆にそのちりめんっぽくやろうとすると逆に難しい今となってはいわゆる下手馬ってやつですね、うん、あのなんだろうそれこそなんだっけなストーンズのゲットやヤズアウトあれの例えば悪魔はレムタの前半キースのソロじゃない、うん、あの辺のさかなんかデーンデー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 デーデーンデー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 その G の音とかがちょっとそのちりめんっぽいよねで当時は普通に弾いたらああなっちゃってたんだけど、うん、今となってはそのちりめんっぽくやる方がちょっと難しかったりするなるほどそのテクニックになっちゃってるわけですね、うん、シリメンビブラートただやっぱりあの、まあ、もちろんビブラートだけじゃないんだけどやっぱりその自分でシビアにこう自分のプレーとかをねあのレコーディングとかでこうやるようになってむしろその音の切れ際、うん、例えばその音がこう伸ばしてさ切れ際のニュアンスとか、うん、そういうところにものすごく神経を使うようになったことでやっぱりプレーの完成度は変わる。あのねちょっと視聴者の皆さんは大月さんが出てる以上は絶対に期待されてる内容があると思うんですけれどもまあ、今みたいにね、そのギターのがをうまく聴かせるコツにとどまらず、多分一番聞きたいのは、ジェフ・ベックに似せるにはどういうテクニックが必要だとか、どういうエフェクターが必要だとか、どういうアンプで弾くかとか、まあ、そういったことですね。うん、あのね、あ次に、あ次にね。次に、はいはい、あのぜひあのお話しいただければと思います。お楽しみに引っ張るね